데스크. 翔馬たちはスポーツ進学校に通う仲の良い3人組。ある日、クラブの生徒たちが次々と襲われる事件が発生した。仲間を守れなかった彼らは仇を討つために立ち上がった。チクショー、オイラのせいだ。低額になったせいで兄貴の腕は。私のとこだって後輩が何人も怪我をしてしまったし、私はオイラの兄貴だぞ。てめえの後輩なんかと一緒にすんなよ。やめろ、また喧嘩する気か。とにかく犯人を探すんだ。へっ、下道高校のやつに決まってるさ。やつらはいつもオイラたちの邪魔をするからな。いたぞ、下道高校のやつらが。この野郎、兄貴の敵だ。私は後輩の敵だよ。敵だと？何のことだ、そんな覚えは。いいじゃねえかよ、五輪高校のやっちゃん、受けて立つぜ。ダメだ、こうなったら止まらんな。プレイボールといきますか。ラウンド1Victory! また喧嘩しちまったよ。Round two, fight! やるぜ！シロカ！ハッカ！シロカ！ハッカ！シロカ！ハッカ！シロカ！シロカ！シロカ！決めるよ！くらいな！ハッカ！ノックダウン！こんなことばっかりしてないで、ポーって汗を流しなさい。かーっと油断しちまったぜ。何度も言うが、俺たちは貴様らに仇と呼ばれる覚えはない。この後に及んで見苦しいよ。ちょっと待て、ナツ、連中は嘘はついてないよ。そんなら誰がやったって言うんだよ。そこの君、待ちなさい。そんなものを持っていたら危ないですよ。うるせえ！このバットはな、学校を襲ったやつをやっつける武器なんだよ。あはん、なるほどね。ヨたちもあそこにやられたね。あんたたち何か知ってるね。隠してないで教えなさいよ。目には目というわけか。その考えでは教えるわけにはいかない。まったく仕方がないな。プレイボールといきますか。ラウンド1ファイト。やっ、おりゃ、ジャスミード、おりゃ、また喧嘩しちまったよ。ラウンド2ファイト。決めるよ、バカゼロ。
っぱりしてないで、スポーツで汗を流しなさい。いきなり襲うなんてアンビーバボー。ユーたちの標識を疑っちゃうね。常識だろ。まあ誰にも過ちはある。君たちを襲ったのはジャスティス学園。何？ジャスティス学園だと？クソったれめぶちのめしてやる。あ、ショーマ、待ちなさいよ。まだ場所も聞いてないのよ。ショーマ、いい加減にしなさいよ。さっきの子たちにも謝らないで。なんで謝んなくちゃいけねえんだ。こっちは兄貴がやられてるんだぞ。もう、なんて自分勝手なんだろう。それだからあんたはガキなのよ。うるせえよ。お前にオイラの気持ちがわかるもんか。やれやれ、またか。プレイボールといきますか。ラウンド1ファイト。おりゃ、行ってみやれ。拾った。おりゃ、行ってみやれ。拾った。おりゃ、野球もこれぐらい上手くなりてえな。ラウンド2ファイト。おりゃ、ジャスミド。おりゃ、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 野球もこれぐらい上手くなりてえな。どうだ、二人とも頭が冷えたか。そうだよな、夏も後輩がやられて悔しいんだよな。私も、もし肉親がやられてたらきっと同じように我を失ってるよね。やれやれ、やっと仲直りか。世話の焼けるやつらだな。どうしたのロベルト、ひどい怪我。後で行くから病院に行って。あなたたちは五輪高校の生徒ね。誰だよお前ら。私たちはジャスティス学園の者だ。君たちの仲間は預からせてもらった。え、ロベルトまで。あんたたちはどこまで腐ってんの。うん、いかん。プレイボールといきますか。ファイナルラウンド、ファイト。もう見てみやれ。よっ、行くわよ。どこでよけ。もうやめたまえ。行くわよ。ほら、行くわよ。相手をよく見て。どうやら
本当だったようですね。手加減はしておいた。悪いが失礼する。待ちやがれ、畜生。くそ、足が動かねえ。オイラたちには、やつらは倒せねえのかよ。そうだ、太陽学園に行こうよ。ヒナが力になってくれるかも。ヒナ、あんたのところにジャスティス学園の連中は来なかった？夏もジャスティスの手先なんでしょ。もう騙されないから。おい待てよ、そりゃどういうことだよ。プレイボールといきますか。ラウンド1ファイト。おりゃジャスミド一緒にやる。野球もこれぐらい上手くなりてえな。ラウンド2ファイト。おりゃやりたい。さば限界やりたい。限界ジャンプードやりたい。さばな新魔球展開焼いてゴールかっこいい。そこだそりゃゴールや武神魔球ゴールや焼いてんいってみやれ KO ビクトリー。また喧嘩しちまったよ。ヒナ、落ち着いた？私たちが敵なわけないじゃない。夏、ごめん。私、京介をさらわれて気が動転してて。気にしないで。私たち親友でしょ。悪いが、俺はもう少しこいつを落ち着かせてから行くぜ。ゴベルトだけじゃなかったのか。よし、マジでぶっ潰してやる。ここがジャスティス学園かよ。夏、どうした？元気ねえな。私たちってさ、いつもロベルトに迷惑かけてるよね。オイルなんかあいつがいなきゃとっくの昔に退学処分だよな。絶対に助けなきゃね。夏、敵が来たぞ。負けるんじゃねえぞ。プレイボールといきますか。ラウンド1ファイト。ガズリを突き放せ。ガーリ武神魔球やっうわっうわっおりゃやっうわっガズリを突き放せ。ガーリ武神魔球ガズリを突き放せ。やっおりゃやるうわっおりゃ突き放せ。じっとくせやっ強くルー大丈夫だ、手加減はしておいた。ラウンド2ファイト。おりゃジャスミードガーリン武神魔球おりゃやっていくジャスミードジャスミードってにゃれ強くやっガーリンブッダー
three. 野球もこれぐらい上手くなりてえな。 Final round. Fight. ハッ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 やっぱりお前たちかよ。ロベルトをどこにやったんだよ。私たちは洗脳されていたのだ。本当の敵は中にいる。もう騙されねえぞ。チキショー吐けよこの野郎。ダメ、気を失ったみたい。これは中に行くしかないね。ほう、さすがは全国大会常連校。素晴らしい運動神経をしている。今からでも遅くはない。どうだね、わしと全国制覇をする気はないかね。誰がお前なんかと。冗談じゃねえよ。おお、それは残念だな。君の仲間は快く協力してくれたのだがな。ロベルトがどうして。夏、ロベルトはそんな奴じゃない。を信じて今は戦うんだ。プレイボールといきますか。ラウンド1ファイト。うりゃやっうりゃやっいいのうりゃやっ蹴ってみやれ。やっやっやっうりゃうりゃうりゃVictory! 野球もこれぐらい上手くなりてえな。 Round 2! Fight!どうして俺なんかを助けに来たんだ。ひねくれんのもいい加減にしろ。俺らたちはいつまでも一緒じゃねえかよ。スポーツに友情か。実に素晴らしいものを見せてもらったよ。その声は一体誰なの。私が新学長のヒョウだ。君たちには残念だが、そのドラマは悲劇で終わらせてもらう。お前が俺たちの学校を襲った本当の犯人というわけか。へぇ、五輪高校なめんじゃねえよ。私たちが三人揃ったらどんな奴にも負けはしない。友情の絆というやつか。面白い。私に通用するか試してみるがいい。プレイボールといきますか。ラウンド1ファイト。
なりてえな。 兄貴ごめんよ。オイラが停学にならなければ兄貴を守れたのに。兄貴の夢を壊したのはオイラだ。気にするな。医者も時間はかかるが腕は元通りになると言ってくれたからな。本当なのかい兄貴。ああ、だけど卒業してすぐにプロになるのは間に合わないから大学からプロを目指すことにするよ。そしたらお前の方がプロでは先輩になるな。冗談はやめてくれよ。こんなチビの万年補欠がプロなんかになれるわけねえよ。お前この1年で身長が随分高くなっているのに気がついていないのか。お前は野球の力も身長もまだまだ伸びるさ。そうだな、そのお前の彼女よりも背が高くなるぞ。違うよ、アンディ頭打っておかしくなったんじゃねえか。おいおい、そんなに顔に出ているようじゃピッチャーに狙い球を知られてしまうぜ。ああ、まずあの短期から直さないとプロ野球どころじゃないな。Game over!